これね、はい、でまだここの辺白いけどね、でもだいぶ黒くなってきた、横向きももうちょっと黒いあのとこ大きくなってほしい。でもよく見るとやっぱちょっと白いけど、前ってさこれだもんね。そうですね、だいぶ黒いとこ少ないですよね。だからこの辺が黒くなってきますよね、はい、横向きなんかで見ても全然ないもん ね、 ね、だからやっとちょっと普通にはなってきてるけど、まだもうちょっとってところですよね。まだ一緒かなと思ってドキドキしちゃったんだけど、ちょっと普通の子に近づいてきた。でも もっと黒、ここの辺まで黒くなりますからね、正常な子は、はい、横向きだともうちょっとこの辺までなるし、あとよく見るとさ、黒くなってると言っても白い、そうですね、まだちょっとぼやけてる感じ、そういう感じがあります。あの子はこれうんちが溜まってるんじゃない、ちょっとガスが、こっちが、こっちはうつ伏せだね、だからこっちの方がお腹と一緒にしたのが、こっちが仰向けだから、こういうガスがあっちゃダメなんですよ、リクガメさん。まあだから前のこと思うと少なくなってるのかな。今ご飯だ、さっきはこれトマトご飯、前のこと思うと少なくはなってるんですね。そうですね、なんか明らかな、感じでは、まあ前よりは多少でも肺はだいぶ良くなってますね。あ、よかった、全然変わらないかと思ってたので、そう、私もなんかそんな気がしてたんだけど、わかりました。またじゃあ今度さ、はい、あの1ヶ月ではそう変わらんから、2、3ヶ月後に撮らせてください。そうです、はい。